今回はドラゴンボール UDM バースト12を回してきました。ラインナップは赤髪の悟空とベジット、ビルス、ウィス、ウーブの全部で5種類になっています。今回はこの赤髪悟空が目当てで回してきました。4回回して、まず1回目ウィスが出ました。このウィスはビッグカプセルに入っていました。肌は塗られていて全体的な造形はすごくいいと思います。顔はちょっとイマイチな気がします。この杖の部分と首の輪っかの部分はクリアパーツになっています。杖の持ち手の部分とこのラインはメタリック塗装になっていて、全体的に細かく作られています。ベジットも肌は塗られています。髪の毛はいつも通り綺麗な塗装になっていて、すごいツンツンしています。見ての通りすごいボリューミーです。一箇所この首の部分に青い塗装がついていたんですが、まあ、正面からだと気にならないので OK です。私は3じゃないベジットが好きなんですが、やっぱり3の方が人気があるんでしょうか。後ろはこんな感じで塗装が省略されています。最後は一番欲しかった赤髪ゴッドが出ました。これは一つ被りました。このゴッドは一番期待していたんですが、肌が塗られていなくて、あと瞳の中の黒色が省かれていたり、髪の毛もなんだかきつい蛍光ピンクみたいになっていて、正直出来があまり良くないです。でも顔とか体の細身加減とか、この前回のと比べると造形はいいと思います。省かれていた瞳の黒色を塗って、アクリルの台座も接着してみました。やっぱり黒が入ってた方が赤髪ゴッドっぽくていいです。前回の青髪悟空たちと並べてみました。ビルス様は今回ゲットできなかったので、前にゲットしたビルス様を置いてみました。このカラフルな感じが気に入っています。あとウーブとビルス様をまだゲットできていないんですが、ビルス様欲しいので、また見かけたら回してこようと思います。